はい。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はサントリーの春咲く香り。これはあれですね。生ビールではなく、ただの第3のビール。豊かなコクと爽やかな香り。シトラホップ、希少品種、シトラホップ使用の、また限定醸造。アルコール度数を 5%。サントリーだから、天然水 100% 仕込みですね。まあいいや。ん？え、これすげえぞ。ちょっと待って、乾杯。ん？あれなんか、花みたいな香りがする。なんだこれ。え、なんかおかしい。すげえ、桜のような、花の香りがする。え？なんだこれ。すげえ。え、これすげえぞ。まあこれ値段に、100円ぐらいだっときます、だった気がしますけど。あれ？え、これうまい。すっげえ香りが、ブヒャーンとなんか桜の香りのような何かがする。サントリーのサイトには、北米産麦芽を使用し、豊かなコクを実現。旨味を引き出すデコクション製法。またデコクション製法ですね。先ほど前回の動画のビターローストと同じ、透過工程で麦汁を煮沸する製法。そして豊かな、爽やかな香り。春らしい柑橘を思わせる爽やかな香りと苦味が特徴の希少品種、シトラホップ使用。このシトラホップっていうのはいわゆる柑橘系の香りのホップなんですかね。てか、そんなホップあったのかっていう。え、すげえ、これ。香りをより引き立たせる、レイトホッピング製法。というのは、麦芽煮沸工程で終了時にホップを投入する製法。うん、これ、うまい。え、まあ、いわゆる第3のビールだから、買うとわかんないけど、あんまり苦味はないです。と、コクもあんまりないですけど、少なくとも、香りだけは負けてないね。てか、勝ってるね。すごいなんか、バラの香りのような。ん？これはすごい。これは今までの、第3のビールに、まあ、限定醸造ですから、ちょっと残念ですけどね。まあ、ちょっと残念ですが、いや、これはうまいね。これはやばい。いや、これうまいわ。第3のビールの中でだいぶ、俺はこれかなり評価しますよ。
いやー、これすげえな。うめえ。ビールっていうか、もうなんか、いわゆるカクテルみたいな部類になってますね。割と。ビール風味のカクテルみたいな。ビールプラスアルファの、ビールをなんかの酒をビールで割ったような。ジンとか、香りが、柑橘系のやつ。うん。と割ったようなやつですね。そんな感じになってますけど。先ほども、ワールドビール、ビール、ジビール、世界のビール。というサイト。だと、コク三つ星、のどごし三つ星、苦味三つ星、甘味三つ星の総合評価四つ星になってますね。前回も言いましたが、この人はですね、このサイトの人は、なかなか四つ星以上つけない。おまけに第3のビールで四つ星はまずつけない。っていう人なんですが、四つ星つけてます。もうそれだけでもうなんか、こうなんか、俺がうまいって言ってる、すごいこれうまいわっていうところで、この人の評価とちょっと似てたりすると、四つ星以上つけてたりすると、お、やっぱりってなりますね。あ、よくわかってるわ、この人。っていうより、あ、俺よくわかってんだなっていう。あ、やっぱり俺もちょっとよくわかってきてるな、みたいな。ちょっとわかんないけど。そんな感じがしますね。説明を読みますと、北米産麦芽とシュトラホップを使用。アルコール度数 5% の第4のビール。あれ第3のビールではなく第4のビールってなってますね。まあ、どうでもいいでしょう。まあ、第3も第4も大して変わらないです。新ジャンルのビールです。注いでみると泡立ちが良く、色は若干濃くオレンジ色が混ざっています。口に含むと爽やかなホップの風味が感じられ、全体的にバランスがいいです。アロマはマスカットのようなホップ。飲んでみると香り通り豊かな、爽やかなホップに、かすかに小麦のような風味が感じられました。一瞬ツンとアルコール臭があったのと、コクに軽さを感じるぐらいで、特徴的なホップの風味も手伝い、新ジャンル特有の雑味はほとんどありません。シュトラホップをとてもうまく使ったおすすめの一本、ぜひお試しくださいだって。いや、これうまいよ。うん。もう口に含んだ瞬間からもうこの、もう得意なこの、異常なほどのこの香り。ビールには、まずないような、香りがこう、ジュギュッと来てですね。いや、これうまい。まあでも、まあ、うん、まあ、うん、って感じですね。さすが。こんぐらいじゃないとやっぱりね、限定醸造はいけないですよ。やっぱり。さすが限定醸造といったところでしょうか。うん。ね。これぐらいのうまさのやつ、やっぱ限定醸造にしてもらいたい。ね。やっと、限定醸造らしい。ね。ああ、限定醸造だろって。うん。うん。ああ。でもやっぱ久々にビール飲んだけど、今まで、ビールっていうか、ウイスキーとかばっかだったからね。ね。あ、うまいな、やっぱな、ビールもな。冬だけど。ああ。うまいわ、やっぱり。うまいビールはうまい。前回のビターホップもうまかったしね。ビターローストか。
ちょっとね、加湿しすぎてね。これ2日以上ちょっと加湿してるな。ダメだ、ちょっと加湿しすぎた。確実にこれは。ちょっとダメだな、これ。置いとこう。加湿しすぎてちょっと。ダメだって。バットちゃんでもいただこうか。まあ、加湿するとマイルドにはなるんだけど、2日以上加湿しちゃうと、どうにもこうにもね。いやー、でもこれは、限定醸造、やっぱり。妥当と言いながらも、限定醸造で、妥当、まあ、限定醸造っていうのは妥当だなとは思う。ただ、限定醸造でうまいのが出ると同時に、残念だなと。これ限定醸造じゃなかったら、俺これ結構買ってたなって思うのはありますね。まあでもこれは限定醸造でしょう。さすがに。まあ前回のこのビターロースト。これはまあ別に限定醸造じゃなくてもまあぐらいの感覚ですけどもね。別にまあ俺はね、そんな買わないですけど。これほどのこの春咲く香りぐらいのレベルになると、もうこれは限定醸造、もう、まあ仕方ないかなと。これを通常販売すると多分持たないですね。だってこんな香りのビール今までないですもん。今までこんな香りの、春の、花のような香りのビール今までどこにもないです。だから、これを通常販売すると多分コストが半端ないと思いますね。まあ、それ以上に売れれば売れるんだったらあれかもしれないけど、でもそんなに。でもこれは女性向けでしょう。完璧に。そうですね。カクテルで言ったら、まあ、カクテルで言ったらっていうよりも、ここにある、ウイスキーで例えるとフォアローゼス。フォアローゼズレベルの、ウイスキーの革命児。俺の中で勝手に名付けますけど。この花の香りのような ね、ウイスキー。レベルのこの、ね。あれがありますよ。なかなか例えづらいですけどね。まあ100円ぐらいなんでね。これはぜひ飲んでもらいたいっていうか、まあこれ飲んで 飲んだ方が幸せになれるよっていうぐらい俺はおすすめしますね。まあ、チョントリーだっていうのがちょっと気に食わないですけど。まあ仕方ないでしょう。僕はまあそこまで。サントリーの製品はあまり好きではないですが、買わないほど嫌いではないので、そこまで念頭用のあれは、これはむしろね、ちょこちょこっと飲んだ方がいい。ビールと違い、こう、ビールってやっぱグビグビグビっと一気に飲むんですけど、これはちょびちょび飲んでた方が、非常に美味しい。いやー、久々にうまいビールに。しかも第3のビール。
庶民的なね。ビールに出会えましたね。これは非常に嬉しい。この酒動画をやってて、ね。うまいんだぜ、これって。いうふうに自信を持ってこう進められる。ね、商品が世に出てきた。ね。そろそろあれだな、星一、五つ星の星のやつまとめた方がいいな。五つ星の評価は俺が今までっていうか、まあ何度かまとめてますけど。そのまとめみたいなやつをそろそろ出さないと。この動画っていうのはもともとね、俺のために上げてるものなんですよ。別に他人のためじゃなくて、俺がどのビールを飲んで、どういう評価をして、どう感じたかっていうのをまとめる、いわゆるメモ帳みたいな、感覚の、で作った動画なんですけど。それでわざわざ評価残して、まあ、後々俺が見て、あ、これうまかったんだな、じゃあ買おうっていう、っていうレベルの意味で、残してる動画なんで。まあ、五つ星、せめて五つ星の評価のやつだけはちょっと、後でピックアップして、まあね。まあ、動画、一個のやつでまとめて、やっといた方が、非常に、後々俺が助かるんで。はい、ということですが、評価の方に入ります。まあ、僕は、そんなないですね。甘みがまあ、三つ星。香りが五つ星。おすすめはこれはもう、五つ星でしょう。はい、久々に第三のビール、五つ星来たよ。はい、2355。2355です。これぜひ。これ100円なんで。110円ぐらいで売ってるんで。ぜひ買ってください。ね。うまいですよ。これは。それではご視聴ありがとうございました。